今回の井原チャンネルは井原のドクター目線ということで、医者役の多い井原剛がですね、今のこのコロナ禍におけるいろんな疑問を、現場で奮闘しているお医者さんに今日はぶつけてみたいと思います。今日お越しいただいているのは板倉病院の委員長梶原隆博先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、はい、このコロナなんですけど、はい、日本ではコロナでしょ。はい、で、世界では COVID-19 って呼ぶじゃないですか。はいはいはい、これはコロナ、コロナ、コロナウイルス、はい、それか、新型コロナウイルスでいいんですか。そうですね。正式名、日本語で言うと。はい、日本で一般は新型コロナウイルスって言われてます。これコロナってどっから来たんですか。はい、コロナってどっから名前、人の名前とか発見した人の名前、急に来ましたよ、ちょっと分かる。まあ、ただコロナっていうのはもともと人の一般にうつる風邪ですね。一般の風邪の中の原因の中にコロナウイルスっていうのが4種類ぐらいありまして、もともとあったんです。で、人にうつるコロナウイルスの中で、今までうつらなかったけどうつった、てか人に新たに発生したコロナなんで新型コロナ。で日本語では新型コロナウイルスってことになって、で、他海外では COVID-19 ですね。はい、昔あの SARS とか MERS ってつけた時には、いろんな地名がついちゃって、そこが風評被害にあったんで、うん、そうならないように今度は数字がついて、なんか、なるほどね、なんとか熱とかそういう名前になる。コロナはもともとだからあったってことですね。あったってことですね。風で、はい、風です。で今回のはちょっと今までのとは違う。違う。だから新型って。新型、はい。なるほどね。はい、ここの板倉病院はもともと去年、はい、このコロナが、3月からですかね。そうですね。始まってからもう患者さんを受け入れてるんですよね。はい、そうですね。ずっと。船で到着した方も見てます。おお、はい、でどういった患者さんを見てるんですか。ここで見れるのは、今は中等症ですね。酸素投与とか、うん、ステロイド投与、あとはまあアビガン、うん、まあ、こういった薬を使うことはここではできます。うん、だこれより先のこう人工呼吸器ですとか、うん、エクモっていう、まあ、心肺ですね、ああいうのを使うことはここではできないので、まあ、それをなるとさらに工事医療機関に送るという形になってます。それはできないということは、その、はい、要するに設備がないっていうことやね。そうです ね。やっぱり設備、あと人、マンパワーですね。ああ、そういう、それを対応できる、要するに人たちがいない、はい、ちょっと足りないと。ああ、はい、なるほどね。それでやっぱり最近この今ね、1月のもう、半ばも過ぎてますけど、はい、やっぱりどんどん増えてるんですか。増えてます。はい、そうですね。ここいくつベッドあるんですか。ここは今コロナ対策が10ベッド。あ、コロナ対策が10ベッド、はい、ベッド全部が90ぐらいでしょ。全部が91です。あ、はい、それは何か決められてるんですか。その90の中の10とか。いえ、決められてはなくて自主的にですね。あ、10はそれに、はい、当てて、でさらに10作るために、例えば2人部屋を1人潰して、コロナ用の部屋を作るので、91のベッドを実際は19床を潰して10床を作ってるっていう形になります。なるほどね。それやっぱりコロナに対応するのって、はい、まあ大変なことじゃないですか。はい、要するに、まあ、病院ってやっぱり経営しないとね、成り立たないからね、うん、はい、その経営的にもなかなかこう厳しいところがあるってね、うん、はい、いう話ですけど、なんでじゃ あのこの板倉病院は、はい、梶原先生は、うん、コロナの患者さんを受け入れようと思ったんですか。そうですね、まあ、後でちょっと出るかもしれないけど、まあ、うちはこの地域に80年ある病院ですので、うん、まあ、ここの地域を、まあ、支えるという使命感があってですね、うん、で、まあ、やっぱりやらざるを得ないだろうと、で職員に、まあ、みんな相談するんですけれども、うん、まあ、うちの職員は本当にハートがあってですね、うん、まあ、やりましょうと言ってくれて、うん、まあ、協力が得られたので、うん、3病棟あるうちの1つを全部潰して転校できたんですけれども、うん、なるほどね、やはり、まあ、そこは同意とかですね、まあ、コロナって今でこそちょっと分かりましたけど、うんうん、当初は全員死んじゃうかもしれない、よく分かんなかったじゃないですか。なんか分からん、未知のものですね。何から移ったかみたいな、大変なね、中国の動物からとかね、いろんなこと言われてたし、だからそこと、まあ、だけど、まあ、ちょっとやらなきゃいけないよねって言って、まあ、協力してくれた、まあ、職員のおかげでやれたってところですね。なるほどね。やっぱりそこの、まあ、千葉県のね、船橋にある、うん、はい、その板倉病院で
何十年でしたっけ？80年です、ね、80年このやってて、はい、地域とすごくやっぱり密着してるってことですよね。そうですね、はい、それでやっぱりコロナに対してもその受け入れを今、うんうん、まあ約、はい、10% ぐらいぐらいの使ってますね。あ、やってるってことですよね、はい、だって正月たまたま僕 ね、 あ、そうですね、俺違うあのことでこっち来た時も正月勤務してましたもんね、うん、やりました、はい。まあ、年末年始に院長が働くと職員のモチベーション上がりますんで、まあ、そういうところは背中を見せておかないと。さすがね。これね、まあ、よく言われるのが今コロナがどん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 増えてって逆にインフルエンザは減ってるんですよ ね、はい、減ってますね、その例年に比べて、はい、このコロナとインフルエンザのこう違いって何なんですか。両方、まあ、さっき言ったコロナも風邪から、うん、風邪ですよね、はいはい、風邪の一種ってことです、うん、新型ですよね、はい、何が違うんですか。そうですね、あのせっかくご用意いただいたので1月の真ん中辺15日ぐらいまでのデータですけど、はい、まあ、コロナの方がだいたい35万人罹患して、はい、4500人の死亡と、はいはい、今ちょっと増加中ですけれども、はい、で例年のインフルエンザっていうのは5年平均でだいたい年間25万人かかりまして、で、まあ、直接が3600人、ただインフルエンザのせいで、心不全になっちゃったとかそういう関連死も入れると1万人ぐらい亡くなっている病気なんですね、うん、だからこれだけ見るとあんまり変わらないかなって思うかもしれませんが、うん、まあ、あの何が違うかというご質問に対しては、うん、まず圧倒的にワクチンがない、予防が、うん、まあ、今ちょっと始まりますけどね、うん、予防ができなかった、うん、あともう一個はコロナ、インフルエンザっていうのは、まあ、あのタミフルとかよくいろんな薬がありますけど、うん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 、まあ、どうしても治療薬がコロナの場合は手探り状態だということ、うん、あとはまあ圧倒的に違うのがですね、インフルエンザというのは熱が出てから人にうつすんですね、うんうんうん、なので熱出たやつをとっ捕まえておけば、基本感染防御できるんですけ ど、 なるほど、ね、コロナは熱が出る1日前の無症状期にめちゃくちゃ人にうつすと言われているので、だから要はどの人を隔離しておけばいいかを見つけるのが非常に難しいという特徴があります。あ、なるほど。で、まあ、あのちょっと皆さん分かりにくいんですけど2類と5類っていう差もありまして、あ、ありますよね、はい、これ結構ね難しいですけどね、2類っていうのは、まあ、簡単に言うと結核とか、うん、さっき言った SARS みたいな、うんうん、ちょっとなかなか聞いただけでも怖そうな病気ですね、うんうんうん、で、まあ、5類はまあはしかとか、まあ、梅毒みたいに一般のクリニックでも見てくれるような病気になります、うん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 、ですので、まあ、ここもちょっと、今医療逼迫って言われる原因の一つではあるんですね、うん、であともう一個の特徴がコロナはですね、あの急に悪くなるんですよ。朝笑いながら、うん、酸素なくてよかった人が夕方には酸素が10リットル必要になって、重症で運ばなきゃいけない、うん、こういう人が、まあ、あの全体の中では、まあ、3% から 5% ぐらい出てくるので、うん、この人たちをどうするか、ここがちょっとネックになってるんで、あの今問題になる自宅で様子見てたら見つからなくて亡くなっちゃった、こういう人が現れるのもここの原因なんです。なるほどね、はい、あの、はい、質問、はい、もう僕はねこの疑問いっぱいあるんですよ、はい、まずね、うん、あのいわゆるこの正月明けてから、はいはい、医療が逼迫してて、うん、もう大変なことになってるってこの、はい、言ってるじゃないですか、はい、この原因は 何だと思いますか。そうですね、まあ、この原因は、まず1個は中等症以下のものと、はい、あと重症に分けなきゃいけないと思うんですけども、中等症以下はですね、まあ、8割以上が中等なので、ここは純粋に、もうこの管理を超えてしまってるっていうことが一つ原因です、うんうんうん、あと重症に関しては、まあ、また別の話になりますけど、やはりこう国の準備が夏以降足りてなくて、うん、もうあの間に合わないということですね、うんうん、で、まあ、中等以下に関して言えば、まあ、分かりやすく言っちゃうと、今まで普通の時に結核の人が町にいたらですね、保健所がその人を、まあ、調査して、家族もみんな隔離して、で、まあ、あの追跡調査というのをやって移さないようにしてたわけです。で、日本を一元化して考えてるかちょっと難しいんであって、首都圏のようにもう今保健所が毎日の電話もままならないような状況になってしまったら、本当は他の手を借りないと結核の人が追跡調査できないで街を歩き回ってるような状況になってしまった、うん、それによって、まあ、ちょっとパンクして破綻しているというのが中等症の問題、中等症以下ですね、軽症の問題。なるほど。で、ね、うん、その逼迫してる逼迫してるっていうけど、僕はね大きな疑問があってね、うん、これもうねほぼ1年近いじゃないですか、はい、まあまあまあ10ヶ月かな、まあ、でも1年経ちましたね、船から始まった、ああ船から始まったらね、はい、
その間に準備何してたんと思うんですよね。そうですね、これちょっと重いんでこっち置きますけど、まあ、その間にね、まに、はい、いや普通ね、インフルエンザも、うん、まあこれ風邪のね、うん、まあ類やとすると、はい、コロナもね、はい、冬になったら広まるっていうのは、そうなんです、まあ、素人でも分かるってことじゃないですか。子供でも分かります。子供でも分かる、冬はいっぱいね、はい、うん、風邪ひく。それを分かってながらこの第1波第2波が来た時に、うん、第3波の今ねこの冬、うん、それまで何を準備してたのかなって僕はねすごい疑問、はい、疑問なんですよ。そうですね、あの全くその通りでして、うん、あのコロナに対策している今重点医療機関の院長という、まあ、我々一緒にやってる本当の仲間で本当の前線の人たちはもう夏からずっとそれを言っていました、うん、で、まあ、さっき言った重症のところは特にですね、うん、今なんか民間病院が協力しないからだって よく言われますけれども、うん、まあ、当院はじめやれる民間病院は結構協力してるんですよ、うん、でさっきお話しいただいたように重症なベッドっていうのはやりたくてもやっぱりできないです、ね、設備がないといけないからね。そうですね、人工呼吸とかそのエクモっていうんですか、はい、ああいうのを入れて、で今度それを取り扱いできる人たちもいないとダメでしょ、はい、そうですね、うん、だからまああの仮に人工呼吸器を買う補助金もなかなか振り込まれないんですけど、とりあえずまあ補助するから買えるよっていうのは、うん、なんかアンケートは来るんですけど、うんうん、仮にそれを買っても、うん、果たして他の患者さんとちゃんとエリアを分けてですね、うんうん、使う場所があるかっていう問題、うんうん、そして今ご指摘いただいたように、まあ、使えるだけのその技能のあるスタッフがいるかっていう、うんうん、まあ、そこが非常に民間病院のやっぱり課題でして、もともとこの国の医療っていうのはまああの公的公定価格でできていて、うんうん、医療病院自体が大赤字だってもともと言われてるじゃないですか、うんうん、そういうその病院はもうそもそも経営大変なところに、うん、さらにそれを急に、まあ、機械買ってあげるからやってよって言われてもできないんですよね、うん、そりゃそうだよね、はい、うん、そうなんです。なんでまあやはり本来はまあ国とかあとはまあどっかあの大阪がやってねトライしていただいてますけど、あんな風に1個コロナ病院をちゃんと作って、うん、でそこにまあ人を集中して、でそこで例えば IC、うん、あの人工呼吸器を何台も並べて、うん、でそれを夏ぐらいから整備しといて、うん、冬になったら増えるだろうからここで待ってるよってやってくれれば、多分 中東とかは僕たちが支えるので、医療逼迫っていう言葉は出なかったかもしれないでしょ、はい、で中国なんかあのニュースで見てるとやってますよ、ね、すごいなんかそういう敷地内にもう特貫工事で、はいはい、プレハブみたいな人工呼吸器になる、ね、そうですね、ああいうことだっていっぱい土地余ってオリンピックも伸びてんねんから土地いっぱい余ってね、はい、やれるとこなんてあるじゃないですか、はい、築地の跡とか、うん、そうですね、ね、何をしてんのかなって僕は本当に、うん、なんかそれをね最近逼迫してるって言って自分たちの要するに国とか、うん、そのまあ、自治体とかその行政がなんかこう至らなかったことを、うんうん、まるでその国民が出歩いてるから君たちが移して大変なことになってるから、うん、君たちのせいやみたいなことを言って責任転嫁してるように僕は聞こえるんですよね、うん、はいはい、GoTo キャンペーンも誰が進めてたんやと思うんですよ、うんうんうん、それでなんかね、うん、今度聞けへんかったら罰則って、そうです、ね、なんかその後手後手って最近よく言われてるじゃないですか、はいはい、ほんでなんか要するに例えば緊急事態宣言決めてもええけど保証はその後、うん、ほんで今度保証をねちょこちょこってこう決めてって1日何万円とかって確定しましたって言っても今度それが実行されるのがまた数ヶ月後でしょ、あれ、はい、そうですね、前の時も10万円も僕なんか、うん、なかなか手続きがちょっとややこしくてもらえなかったけど、なんかそういうことで後手後手になって罰則だけ決めちゃって、なんか病院もねそれなんか増やさないと、ね、あの病名、ね、病院名を公表するぞって、はいね、僕はこれねもうなんかねいわゆる増えてる自粛警察を煽るだけのね、うん、なんか国がこんなことやっちゃってええんかなって思って、うん、すっごいもうなんか腹立たしさとね、この日本のなんか危機感を持ってね僕はねいつもこう見てんですよね、はい、であとは今の期間自粛期間やから家にいる時間が長くなってるでしょ、はいはい、そうするとみんなテレビ見るでしょ、そうなんですよ、このテレビの報道がまたね、はい、記録でね、はい、もう記録な1日何人何人何人って言ってそれなくなったら日曜に限ってはとかね、なんかこの1週間でとかにももう比較して記録作りでしょ、はいはい、あれ見ててもね何してんのかなと思ってね、うん、そうですね、
あの全く同感で、まあ、ちょっと戻りますが、あの要は報道ってどれもどの人も正しいことがあると思うんですよ。で完全に白と黒じゃないので、どの人の言うことにも一理はあるはずなんですね。で一理あるんだけど、その1分間で、まあ、多少インパクトを残して変な言い方だけど視聴率を稼がなきゃいけないので、まあ、非常に、恣意的に自分の都合のいい捉え方をするわけです、うん、さっきのこのフリップで言うと、コロナ全然いいじゃないか論者にしてみれば、うん、コロナとインフルエンザは同じ数だし、うん、毎年インフルエンザで1万人死んでるじゃないか、うん、でコロナはまあちょっと増えましたが今5000人ぐらいで、うん、じゃあ死亡者で言ったら毎年に比べりゃ半分だから、うん、意外といいじゃないかみたいな捉え方をする人もいますし、うん、その人たちは今度その報道に特化するんですね、うん、ところがまあ逆に考えて怖い方で考えると、インフルエンザ例年こんなにいるんですけども、うん、今年さっきお話しあったようにインフルエンザになる人は 0.14% です。だから去年1000人いたインフルエンザの人が今年14人しかいない。あ、かなり減ってますよ ね, ますよね、うん、でこれはみんな日本人が真面目だから対策をしっかりやって感染を予防して減らしたと、うんうん、でもじゃあそんなにインフルエンザ減ってるのに今年コロナはこんだけいるっていうことは、同じぐらい対策してもコロナうつりやすいってことを逆に言うと意味しているので、あ、だから感染力が強い、力が強いってことですね。だから数字同じだから安全だって人と、うん、あとは逆に言うと一生懸命やってインフルエンザは減らせるのにコロナは減らせないんだから危ないじゃないかっていう捉え方が両方あって、数値をどう読むかによって井原さんがおっしゃるように煽り方ができるわけ。なるほどね、いや僕はねその視聴率の上げ方でね、うん、恐怖を与えて煽って煽ってね、うん、記録出してて、あれもう見ててねもう情けないなと思うんですよ ね, そうですね。なんかそんだけね恐怖を与えて怖がらせて、うん、それでまるで出たね外に外出したやつをもう、うん、悪のように言うでしょ、うん、そうですね、はい、でもやっぱりさっきおっしゃったようにインフルエンザがこんだけ減ってるってことは日本の人たちって真面目だからやっぱり手洗いうがいってかなりやってると思うんですよ。やってます。これはやっぱり僕も人生の中で今一番手洗いうがいやってますし、外に出た時はどっかで意識して目鼻口を直接触らないようにしたりとか、あとは人が密集してるとこはマスクする。僕外歩く時しないですよ。だって外全然あれだ、喋らないし。でこの間なんて僕ジム行ったらね、スポーツジム行ってるんですけど、ジム行ったらサウナの中でしてるやつおって倒れたんだからと思って、なんかサウナの中でして汗たーかいて、ストイックですね。いやっていうかちょっとね、脳みそがおかしくなって、これねやっぱりね、うん、僕ねマスコミのせいっていうのはすごい大きいんじゃないかなと、うん、怖がらせすぎて、うん、そう思います。まさにそれ、怖がらせすぎてるせいでご存知かもしれない、検診を受けなくてがんが進んでしまうとか、うんうん、糖尿病とかリウマチがもっと悪くなってしまうとか、うんうん、まあ、それこそストレスでですね、うん、まあ、自殺も増えましたけれど、うんうん、他の健康被害が結構増えてるわけですね、うんうん、だからまあ僕もよく正しく怖がって正しく対応するのが大事で、うん、あんまりああやってマスコミの言う通りにやってると本当に身動きは取れなくなる。いや僕ね、ウィズコロナって最初言ってたじゃないですか、はい、そうウィズコロナっていうのはコロナと付き合いながら生活していくことやな、うん、って考えてたわけです、うん、はい、例えば世の中に僕ら一歩出たら危険なことっていっぱいあるじゃないですか。ありますね。例えば車がこんな車社会で走ってて、うんうん、交通事故だって1日ね、はい、何件もあるわけじゃないですか。じゃあそれがあるからっつって家から出ないって出るじゃないですか、うんうん、で何をするかっていうと気をつけながらルールを守りながらやるじゃないですか。それが僕ねウィズコロナだと思ってたんですよ、うん、はい、だから例えば、まあ、今若い人はねなかなかその重症になりにくいっていう、ね、うん、データが、はい、分かってるわけやから、うん、じゃあ疾患の持ってる人、うん、例えば年齢高齢者の人たちはすごく気をつけて、はいはいはい、ね、もうちょっとカラオケ教室行くのをやめさせたり、そうやってちゃんとこう分けていったらいいのに、はい、それすらやらないで、うん、僕はなんか一律に出ちゃダメみたいな、ね、はいはいはい、これって逆にお年寄りも出れなくて、うん、ね、うん、ちょっと地方症が進んだりとか、うん、そういう話もあるし、うん、ありますね、大変なことですよね。そうですね、そう思います、そう思います。
ね、こんな、はい、なんかあの冬の空で快晴な日もあるじゃないですか、うんはい、人もいないところでね。そう、全然いいと思います。それでもさ、はい、出たら出たで言われたりとかさ、ねはいはいはい、東京から例えば地方に行ったらさ、うん、その自粛警察が出てきて、まあ、東京ナンバー見つけてもさ、ねね、ごちゃごちゃ言ったりとか、僕ね、はい、これもう本当に異常なんじゃないかなと思ってね、はいはい、これ、ね、大きな原因はやっぱ恐怖を与えすぎてるんだと僕は思いますね、思うんですよね。日本人の気質としてなんとなくこうブームに乗っかりちゃいやすいですよね。なんか 何につけですけど、ああだからブームに乗るっていうのはその要はその雰囲気に、要するにみんながやってるからやるんだ、そうそうそう、ほらやってるぞ、ねはい、逆にみんながやってるからお前勝手なことすんなみたいな、その、まあ、だからすぐ同じ方向に向いて中身分かってなくても右へ習いしがちな。いややばいねこれ。僕戦争の頃生きてないけど、そうです、同じですよ、ね、なんかね、はい、戦争の頃ってそういうまあ役をやるときにいろいろ調べると、うん、やっぱりそういう風にみんながやっぱりこう、うん、精神的にコントロールされたり、まあ今よりももっとマスコミとかね、はい、もうそのプロパガンダで宣伝して国のためにって、うん、そのやってみんなが騙されてたんやけど、なんかそういうのをなんか少し感じることがやっぱりありますよね。これ正しくやっぱり理解して怖がらずにちゃんとしてやってればいいと思うんですよね。ちゃんとやる、正しくやるってことだと。だって僕去年コロナの間にアメリカ3億しましたもん。でコロナにも別にかかってない。まあね、はい。いやでも気をつけてますよ。アメリカ行くときはもっと気をつけてますよ。そうですね。もう本当にあの手にあの消毒のスプレーを必ず持ってちょっと何かあったらシュッシュッシュッってやって、おかげで何か手がサラサラですけどね。まあそれぐらいは別にねかからなかったらいいじゃないですか。だからその辺が僕はねちょっとねおかしいんちゃうかなと。あとね、例えばね、まあよくその行政、国とか自治体とかその行政の取り組み、このコロナに対する取り組み方の遅さと日本医師会とかってよく言われるんですよ。その辺僕日本医師会っていうのがよくわからないですけど、これはどういうふうに例えば悪いのか間違ってんのか、いや正しいのか、どう思います？あの全然こんな性格なんで言っちゃうとやっぱりちょっと悪いです。あの特に日本医師会は中川会長に怒られるかもしれないですけど、日本医師会って、まあ、悪いこと言っちゃうとクリニックの団体なんですよね、うんうんうん、で他にも日本病院会、全日本病院協議会みたいな病院の団体もありまして、うん、本来はこの前やっと会議やってましたけど、うん、もっと夏の段階から全員が話し合うべきだと思います、うんうん、でちょっと戻りますけど、さっきコロナが今保健所の管理ではもう域を超えてしまいましたよね、うん、で域を超えてしまったんだったら本当はその、クリニックの先生方のお力を借りて保健師さんが追跡できないんであれば、まあ、クリニックの先生がせめて普段の健康管理をしてあげようとか、それぐらいやるよっていうことを日本医師会が発信するべきなんじゃないかなと僕は思ってます、うん、だから無駄にこのままじゃ医療崩壊だって言いながら、うん、クリニックの先生方は僕たちの関係ない二類感染症だから、まあ、大げさにちょっとそういうスタンスでやってると国民は守れないので、それなんで日本医師会はそういう風になっちゃうんですか？まあ、先日本医師会ってクリニックの団体だから。あ、クリニックの団体だから。え、ちょっと分かりにくい。ちょっと怒られますけどね。え、クリニックの団体だからっていうのはどういう意味？まあ日本医師会の中に入っているメンバーの人たちっていうのは一般の診療所クリニックっていう人の先生方も、まあ、大げさに言えば一票を持っていて、病院は比率で言うと少ないんですよ。あ、なるほど、そういうことか。そういうことだから、あ、病院とクリニックがあってクリニックの人たちが多いからそこで割と成り立ってる、まあ、それだけじゃないぞって言われるかもしれないですけど、病院からしてみると、うん、もっとせっかくだったらそのすごくみんないい先生なんですよ、いい先生たちなんで、うん、もっとこういいリーダーシップを持って使えばいい、まあ、ただですね、さっきお話しさせていただいたように感染力が強いので、うん、保健所がちゃんと管理できているところのは結核と同じようなよりこうクローズにした方がいいと思っているんです。なんでどうしてもちょっとごちゃになりますけど、日本って1個のルールに全部を乗っけようとするんですよ、うん、だからもう崩壊している東京、神奈川、千葉みたいなところと、まあ、全然感染者が出てな
くて、青森とかね、でもう、そうです、でも保健所の人がちゃんと追跡調査できてるところを1個のルールに当てはめようとするから、向こうの岩手とか青森の方に、それはもうインフルエンザと同じでいいよ、じゃあクリニックで見てよっていうと確かに感染力が強いんで広まるかもしれないじゃないですか。だからそこはもう2類のままで僕はいいと思ってます。だけど、まあ、非常事態宣言が出てこのエリアっていうふうにエリアを限定して、例えば今フェーズ4とか言ってますけど、フェーズ4のところだけはもうクリニックも総出で上げて保健所の2類じゃなくて5類に、そのエリアは5類にしてとかね、でみんなで家の人を見てあげれば、まあ、さっきおっしゃったようにほとんどの人は軽症なので、まあ、そこはクリニックの先生方がですね、もう日頃からちゃんと地域でやられてる先生なので健康を見に行ったりとか、もともとコロナ前は日本は在宅診療をすごくやりましょう、訪問診療やりましょうって言ってましたから、実際はその訪問の先生のお力を借りて、おじいさんたちが自宅でいるんだったら、大丈夫ですかって訪問看護の人を見てもらって、それたちが見て、でさっきお話した大事なこととしては、悪くなった人を拾えるだけのネットワークと、そこを受け皿をちゃんと作るっていうか、そのラインですよね。だからやっぱり一律にやっちゃうから、はい、そこで頭を使わないといけないのに、そうなんです。要するに日本ってまあね、北から南まで縦に長いわけじゃないですか。で人口だって全然、寒さ暑さも違う、人口だって全然違うわけやから、はい、ほんでそれに合うような適材適所の対応の仕方みたいなことを考えないといけないのに、そうじゃないと。ない。であとは例えば僕はそのちょっと思うのは、保健所の数減らしてるじゃないですか、はいはい、役所の数もそうだけど、ね、だからこういう時に対応できない、難しい、まあ緊縮財政が生み出した、はい、僕はこれは悪だと思ってるんですけど、うんうんうん、まあそういうこともあって、だから本当にそれを なんていうのかな、もっと細かい指導をしてほしいんだけど、自粛しろだけでね。そうですね、なんかそれ言っときゃもうなんか責められることはないっていう、なんかなんていうの、事なかれ主義っていうのかな、うん、そうですね、なんかそういうのをすごく僕はね政府に感じるんですよね、うん、コロナに関してもなんですけど、全体的にこう日本って縦割り行政というか、まあ、僕はさっき伊原さんがおっしゃった GoTo トラベルもそうなんですけど、どっちもこっちもいいとこがあってダメなとこもあると思うんですよ。で、マスコミなんかちょっとひどかったのは、 GoTo トラベルを中止する前までは全部 GoTo トラベルがすごかった、ね、でしょ。で終わった瞬間やめたら今度、あれのせいでっていう、急に翌日から手のひら返したように変わるんだけど、そう、あの人たちもマスコミもだっておせおせでね、で GoTo やってたのにね、でやってね、で広まってみたら GoTo のせいだって言って、で今度 GoTo 中止したら今度ホテルが大変になったじゃないか、中止したせいだ、またこうやってコロッコロ変わるので、それにあんまりみんな翻弄されるべきではないと思いますし、あとさっき井原さんがおっしゃったその国の方もですね、やっぱりその感染症の専門医から意見を聞いて、尾身先生とか意見おっしゃってると思うんですけど、まあそれはやっぱり一個の専門家なんですよね、感染のね、感染の、だからまあ個人的にはやっぱり国がやるべきことっていうのは、まずは想像力を持つことだと思います。さっき井原さんがおっしゃったように、冬になったら流行る、当たり前のことを想像する、で、まあ、お客さんがいなくなったらダメ、お商売ダメになる、これも当たり前のように想像して、で想像に対して手を打つってことですよね。でそれを総括する人がいないから、もう一人の人が感染症の話するとそこにフォーカスして、そこだけでルールが決まっちゃう、それでやるからチグハグになって、そうすると他の意見が出ておかしいってなるので、やっぱり、まあ、あちらを立ててこちらも立てて、でそうするとこれぐらいデメリットがあるけどメリットがあります、この人にはこうデメリットがあってこうメリットがありますということをちゃんとはっきりと、で、まあ、そういう、まあ、ブレーンの人が例えば、まあ、菅さんに言って、首相がそれをもうちょっと分かりやすく表情豊かに、そうね、そうそうね、呼んでるだけじゃないよね、そうですね、心に伝わるように言ってくれればいいんだけども、まあ、なかなかその果たして僕はそのさっきの戦争の時の大本営の報告と同じで、どの情報が果たして上がってるのかも正直見えないじゃないですか。だから彼らが何を根拠に発表してるかもわからないところがあるので、もうなんかこの何もこう不審に思っちゃうのよね、俺なんかは見てて、その裏を感じちゃうよね、だから自分で調べる、ネットで調べたり本読んだり、でやっぱこう信頼できる先生にこう聞いたりとか、ああそれで
いろんなこの情報がこう自分の中でピッピッピッとつながって、なるほど、ああそうかそうかとか、はいはいはい、やっぱそういう風になるんですよね、はい、あと僕、はい、さっきちょっと聞いてすごいなと思ったのは、うん、この板倉病院はね1年前から、はい、まあ、あの取り組んでて、はい、それで第1波2波の時に、うんうん、ちょっと減らしてくれとか言われたんでしょ。あ、そうですね、これが信じられない。そうですね、まさに想像力の欠如だと思うんですけども、まあ、当院は実はあのホテルを、まあ、ずっと見てるんですね。で実はホテルを病院でマンツーマンでやってるのは日本でここしかなくてですね、まあ、すごくあのなんだろう、一対一対応だから効率いいんですけども、ただ8月ぐらいってすごく感染者が減ったので、うん、療養施設をもう維持しなくていいんじゃないかと。ただまあ幸いにこの船橋の行政の人は想像力がちょっとあったので、うん、冬になったらまたいるよと、うん、もう一回あと 1,2 ヶ月したら増えるから、うん、でその時にもう一回このゾーニングしたり設備したりなんとかにするのにまた時間かかる、うんうん、だからだったらもうここはもうぶっ続けでやっといた方がいいよって船橋はすごく理解されてた。なるほどね。でも東京はホテル返しちゃったじゃないですか。で返しちゃってまた増えてから、またホテル借り上げるって、そのタイムラグがね、あのみんな現場は大変なんですよ。いやいや、そうでしょうね、はい、言ってるだけでね、うん、まあそこには絶対に物を動かすときって僕絶対お金がかかってくると思うんですよ、はい、お金がないと何もできないから。でこのやっぱり今日本でまあ取られているこの緊縮財政っていうのが全てそのものの考え方の僕は掘ったんだと実は考えてまして、さっきの保健所が足りない、役所が足りないとかもそうだし、もう抑えてやるからこんなね大変な、要するにパンデミックと呼ばれるね時代になった時に対応できない、もうこれがねちょっとねもう見直さないと僕はいけない、すごく大事なところなんじゃないかなって思うんですけどね。本当逆に言うと日本の人たち、国民は悪くないと思うんですよね。そうですね、はい、思います。だってこんだけやってると思いますよ。そうそう、インフルエンザ結果出たからぐらい、みんな、はい、だってどこ行ってもマスクしてるし、うんうん、手洗いとかもすごいするし、うん、はい、むちゃくちゃ気をつけてますよ、うん、気をつけてますよね、結果出てますから、ね、いやだからインフルエンザ減ってるってことだよね。そう、減ってるっていうね。そうなんです。いやだからそれをさ、また出へんやつ、出たやつが、そう、外出したやつ悪いとかさ、うん、さあお昼も行くなとかさ、はい、本音言うた本人たち会食ばっかりしてたのに、うん、誰が信用すんねんっていう僕は ね、本当にむちゃくちゃやね今、うん、そうちぐはぐで、はい、ね、本当にこれもう僕はね今回やっぱり信頼できるこのコロナに携わってるやっぱり病院の院長に聞いて、もういろんな意味でねやっぱりこういろんなことが僕確信できました。本当にだからもう少しやっぱりこの本当日本国民の皆さんは頑張ってると思いますよ。やっぱりもっと行政がしっかりしないとこれはどうしようもない、うん、ね、いいですね、うん、本当そう思いますよ。でまあコロナの話はちょっとこう、はい、これで一段落ちょっと置いといて、はい、この病院のことなんですけども、はい、さっき言ってた80年ですか、はい、で80年もやってるからまあコロナも受け入れてこのやってみようっていう、うん、まあこの病院は船橋にある千葉の、はいはい、で地域を密着型を目指してるんですよね、はい、そうですね、はい、で どういう風な地域密着型をこう、うん、トライしてるというかやってるんですか。ありがとうございます。これはもう僕 この今までちょっと暗い話でしたけど、うん、非常に僕のライフワークでして、まあ、祖父が板倉っていう名前なんで、うん、まあ、3代目なんですけれども、うん、まあ、そもそもここに育った環境でもあるので、まあ、ここを良くしたいなと思ってます、うん、でなんで地域密着かって言いますと、まあ、そもそも これから人口がですね今超高齢化社会っていうまあ時代になってきまして、うんうん、もともと高度経済成長の日本っていうのは団塊の世代の人たちがめっちゃ働いて、でその時おじいちゃんたち少なかったんで、うん、嫌が上にもめっちゃ働いてできるからまあいい国なんですよね、うんうん、人口ボーナス期って言って、まあ、成長の、うんうん、ところがまあ今はその団塊世代が上にいて若者が減っているので、うん、
まあ、言い方悪いですけどその人たちが重荷っていうか、そうね、ピラミッドから逆ピラミッドになってね。でそれがもう人口オーナス期って言って、うん、まあ、人口が逆転してしまって大変な時期と、うん、ただ先進国はみんなこう子供少子化なのでこうなっていく運命なので、うん、いずれ通らなきゃいけない道なんですけども、うんうん、でただ日本のこの医療って、まあ、このコロナを除いて前の話で言えば、うんうんうん、まあ、医療費が毎年増えて、うん、で、まあ、国にかかる医療費っていうのはもうその、まあ、変な重荷だと、うんうん、でだから何とかしろっていうのが国の考え方で、うんうん、でまあそうするとじゃあこの団塊の世代の方がどううまく健康で過ごして、はい、まあ言い方あれですけどどうやってきれいにお亡くなりになるかまでを支えるか、はいはい、うん、これがまあ日本の医療の今課題なんですね、うん、でちょっと前置き長くなりましたけどじゃあそれをやるには、うん、みんながみんな大学病院がんセンターそういうところに行ってしまったらそこがパンクしてしまうので、うんうん、そもそも健康寿命を伸ばさなきゃいけない、うん、それからあとはそういうところに行く道筋を作る医療機関がなければ、うん、まあ、日本の医療に未来はないと思ってるんです、うんうん、でまあ、うちの役目としては、まあ、ちょっとこれも長いんですけど小学生がですねもともと、歩いて行ける学区に小学校ってあるんです、うんうんうん、でそういうふうに日本ってうまくできていて、うんうん、じゃあおじいちゃんになっていくとまた元気な人が弱っていくから、うん、まあ、小学生に戻ると、うんうんうん、で小学生に戻った時にその人たちに通える小学校にあたるところは何かなって考えるとそれはさっき話になった診療所クリニックでいいと思うんです、うん、ですんで普段はそのクリニックに歩いて15分ぐらいで行ける人のところでよくかかっておいて、うんうん、普段はそこで健康を維持してもらう、うん、でその健康を維持するところでちょっと分かりにくくなっちゃったなと思ったら、うん、まあ、病院の方に紹介いただいて、うん、で病院で少し検査をやって必要なら上に送るし自分で見る、まあ、こういうのが地域密着病院の、まあ、医療としての使命なんだと。ああ、だからなんかちょっとしたこうハブ空港みたいな。そうですね、ハブ空港みたいな。大きな病院と、はい、その小さい病院の、うん、まあ、間をやってあげるみたいな、ね、なるほどね、はい、あ、それを板倉病院を目指して、ね、目指してます、はい、なんかお酒の、はい、僕らも ね、はい、もう57歳やから、はい、集まったらこの間もなんかもう、うん、うちのスタイリストチームとかもうメイクとか同い年多いんでもう痛風が3人もいてそうです、ね、痛風って、ね、酒飲まれへんとかね、もうほんまにもう50超えるとそんな話ばっかりでしょ、うん、はい、僕なんかもう目も眼内レンズ入れて、うん、あ、そうですね、老眼と近眼を直したりとかね、うん、はい、まあ、いろいろしてますけど、ね、はい、ほんでやっぱりなんかこう病院ってやっぱこう、ね、楽しい病院の方がいいですよね、はい、いいと思います、うん、まさに今水を向けていただいてありがたいんですけど、その健康寿命を伸ばすためには、うん、そもそも健康オタクは健康オタクなので、うん、ほっといても健康なんですよ、うん、で、健康興味ない、お酒好きおじちゃんたちをいかに健康にしておくかが健康寿命を伸ばすよね。僕は毎年人間ドックは必ず行ってるけど、はい、行かない人全く行かない人とかいますよね、はい、僕はその人なんで行かないのか信じられない、行くのが見つかったら怖いとか怖いとかね、はい、そうなんです。で、あの人たちをどうやって医療につなげておいて少しでも早く元気で見つけたり元気でいてもらうか、これがすごく病院がこれから発信する本当の地域密着だと思っていて、それなんでさっきお話しいただいた、実はうちは病院で酒を飲む飲み方教室やったりとか、あ、飲み方ね、はい、飲むなじゃなくて、ね、飲むなじゃなくて、どうせなら効率よくうまく飲めとかですね、なるほどね、あとは子どものスマホの写真の撮り方をこうやって、撮るとうまく撮れるぞっていうこととかをやってですね、幼稚園のお母さんが子どもの写真撮るの技をここで勉強しに来たりするんです。あ、なるほど、でそうするとですね、普段からあそこの病院ってちょっと面白いなとか、あとは あの病院には入ったことがある、まあ、井原さん普段からドック受けてるからいいんですけど、病院嫌いのおじさんが、うん、お腹痛くなった時に病院行きますよね。初めて病院行くわけなんで、うん、もうこう緊張してるわけですよ本人も、うん、で俺の順番はまだかって思ってるから受付で女の子に怒鳴ったりとかなるわけですね、うんうんうん、だけどそれが一回行ったことあって俺ここで酒飲みの教室やったよとか知ってると、まず待ってる間もちょっと心穏やかになるし、職員もちょっとそういう人に怒鳴られるケースが減ると思うんですよ。で仮にそういう人がいても隣にそういうことがあった人がいたら、あんたねみんなこうやって我慢してるってその人がたしなめてくれるかもしれないですか。なるほど。だからまあそういう、まあ、ファンを作っていきたくて、でそのファンのネットワークが広がると病院が楽しい場所とか、なるほど、通いやすくなる。そうですね。なんでまあおじさんだけじゃなくて、そういうお母さんだとか、あとはもっと言ってしまえば将来を見越してその子供
ですね、なんで今よく話題になっている貧困の子どもっていうのもあるので、まあ、日本で珍しくうちは病院で子ども食堂っていうのをやっていて、で、まあ、そういうのもあのちっちゃい時に昔ここでご飯食べたんだよねって人が将来患者さんになれば、悪いこと言っちゃえば最終的には患者さんになって自分のところに入院してくれるかもしれないんで、まあ、未来の、まあ、自分のね、あの利用者の確保にもなるんですけど、でもまあそういう時にやっぱりあの偏見のないような、うん、あの名前をつけたりとかですね、まあ、それさっき、まあ、なんて言うんですか、そのご飯ラボって名前にしてます。あ、はい、子ども食堂じゃなくて、ね、なくてご飯ラボという名前に変えて、ね、はい、なんとかラボってあったじゃないですか、ブームの綺麗なやつ、あれから名前を取って、はい、あ、そうすると子どもがお前子ども食堂行ってんだろうとか言われないですっていう、ちょっとワクワク感を持ってやる感じですね。なるほどね、はい、あ、それはまさしく地域密着じゃないですか。そうですね、地域 に根付いてって、要するに身近に病院をもっと身近に感じてもらうってい う、はい、ういうなんか敷居が高いところで何、うん、かあってもう行って入院せなあかんとか、うん、なんか そういうところで痛い思いするとか、うん、なくて気軽にちょっと来たよみたいないいかなと思って。ああなるほどね、はい、でもやっぱりね、僕お医者さんそれすごい大事だと思うんですよ、うん、で結局ね、お医者さんを自分が何か病気になったりとか何かしようと思う時に人からの紹介なんですよ。あ、そうです、ね、それであのどこそこのお医者さんいいよとか、例えば子供が小さい時も、うん、どこそこの小児科医の先生すごいいいよっつって、うんうんうん、それで行ってね、はい、僕の住んでた町で子供が小さい時そこ行ってたんですよ、うんうん、よく僕も連れてって、はい、何がいいかって分かって、うんうん、むっちゃ子供に優しいんですよ、うんうん、もうぬいぐるみとか持たせてくれたり好きな絵選んでくれたり、うん、ほんで注射する時もむっちゃ気をそらしてくれたり、うん、なんかいたと思った瞬間に言ったりとか、ほんでやとにかく優しくて、うん、あ、優しいから流行ってるんやと思って、うん、安心できるから。そうですよね、うん、そこすごいだから患者さん多くて、うん、いっぱい小児科あるのにも、うん、そこだってみんなが言うんですよ、ね、だからやっぱり病院を僕たちで選ぶのって噂なんですよね、うん、はい、そうですね、やっぱりあそこいいよっていう人が言う、うんうん、口コミがむちゃくちゃ大事なんですよ ね、 そうですね、大事ですね、あの宣伝とかじゃやっぱりなかなかね、いかないですよね、分かんないですよね、うん、そう思います。なるほどね、それは本当に大事ですよね、うんうん、あれ、梶原先生っていくつでしたっけ？今47です。あ、俺と10歳違う、ね、はい、そうね、あのたまにね、僕らね、あのゴルフやって、どういう付き合いかっていうと、僕ね10年ほど前に NHK で初恋というドラマをやったんですよ、うん、その時に医者役をやりまして、そのモデルになった方があの高山教授って言って、はい、日大の医学部にいらっしゃって、まあもっと今偉くなって部長になって、はい、まあ、次、はい、副学長にあのな言ってへんかな、これないいんじゃないですかあ、もう出てたからね、副学長になられる方がいて、はい、その先生のまあ弟子と言っても過言じゃないね。いや、もう光栄ですもうなんかもう、ね、いや聞いたらもうだってもう寝ずになんかもう泊まり込んで手術すごいやって大変だったっていう話を2人でやったりとかしてるじゃないですか。なんかその時にもう本当に医療現場は大変で、僕はそういう話も聞いてね、やっぱお医者さんってもっと待遇良くないとダメだなと思ってね、うん、やっぱこんなにやっぱ人の命を救える、うん、やっぱり人たちの待遇は良くしないと、うん、あと僕はやっぱり保母さんとかその幼稚園の先生とかね、ああいう人たちも子供を守って待遇 もう重労働じゃないですか。そうですね、だってお医者さんも重労働でしょ、はい、むちゃくちゃ、うん、ね、ブラック企業です、ね、重労働で、だからたまにゴルフ行くんですけど、あんまりゴルフ行かれへんから、大学の時ゴルフ部やったのにもうとんでもない打ち方する確かにねっていう、そうです。で普段プライ会えた時はな、どんなこと、なんか趣味とかあるんですか、こう気晴らし。な、僕、うん、その高山先生に聞いたのは、その次の日オペが入ってるとちょっと必ず絶対深酒はもうしない、飲まないとかしないようにしたりとか、うん、それである先生、僕はあの、バチスタっていう、はい、映画あのう、ね、ドラマで、はい、須磨先生の役やったんですよ、はい、で見学行ったことがあって、須磨先生とか手術の時にクラシック音楽流したりするんですよ、うん、はい、なんかこうこだわり、リラックス自分が作る こだわりとかあるんですか、なんかこう、そうですね、仕方とか、なんかいろんな人とめっ
ちゃくちゃ喋りに行きます。あと医療、今行けないんですけど、まあ、あのこのコロナじゃない時代は他業種いろんな人と話せるので、うんまあ、なんか僕はあのちょっとさっきの地域の話になっちゃうんですけど、日本はすごくこうノーマリゼーション、なんだろうな、サザエさん一家が日本の正しい家 で、うんうん、でそれを外れてる家の人たちってなんか違うみたいになっちゃうんだけども、うんうん、本当はそうじゃなくていろんな家があって、障害の人もあれば、うん、なんだろう、あのがん治った人とか、うんうん、認知症の人とか、うんうん、そういう人たちがみんな社会の一ピースじゃないですか、うんうん、でこの人たちが全員普通にノーマルだと思われて街を作りべきだし、作りたいんですね。だから認知症のおばあちゃんに駄菓子屋さんやらせようと思ってたりするしてるんですけど、うんうんまあ、そういう人たちのところに行って話してストレス発散してます。あーなるほどね、うん、人と話すことでストレス発散、はい、そうするとなんかみんなその人たちが面白そうねって言ってくれるじゃないですか。あで言ってなんか協力しますって言ってくれて、さっきの子ども食堂もみんな賛同してくれてたわ、勝手にじゃないけど一緒にやってくれて、僕言うだけ夢を語り、 あとは彼らが動いたのをありがとうって言ってるんで、まあまあでもトップの人はそうですよ、はい、あのね、下の人たちが動いてもらえるようなやっぱりこう、うん、発想なりそういうのを持つってことがやっぱり一番大事だから、ね、奥様もお医者さんですよ ね、 すね、現役でしたっけ。現役です、現役です。でお子さん2人でしたっけ、男の子はい、いくつといくつですか今は、中3と小5ですね。今度高1小5で、上の子は留学するんですよね。上の子、そうですね、来年井原さんの影響を受けて僕がよくね子供のこと話するんですよ。サンタ君大好きですからね、はい、いや海外でねやっぱりこう旅させるとね、うん、子供はね、うん、強くなるっていう、男の子は特にね。そうですね。でもそれはどこが大変かというと、まあ母親の気持ち一つですよね、うん、そうですね。やっぱ可愛くて話したくないんじゃなくて、心配ってなる、ほら行きなさいってやっぱりね、はい、出すと子供って成長するんですよね。そうですね、対等の話できるし、うん、でもそんなことをよく言ってるから、はい、なんかさっきちょっとうちの息子の影響されて、うん、ね、ことにしました。カナダでしたっけ。カナダにしようかなと。お、はい、すごいね。え、中学卒業して、そうですね、1年後になると思うんですけどね、うん、今ちょっとこのコロナ云々ですちょっと停滞してしまったので、高2の1年間をカナダで過ごさせようかと思ってます。お、はい、それはすごくいいと思いますよ。まさに影響を受けて。お医者さん目指してるの？いや、もう何でもいいと思います。え、息子たちに、だって3代目でしょ。でもなんか、ね、4代目いいんですよ、日本だけですから。そういうのはもうなんかこれからはさっき言ったようにみんなでやるべきで、なるほど、まあ、誰がやってもいいというか、まあ、ある程度 見張るはでも無理に息子の道を作るのは違う。いやいや、それってね、子供ってやっぱレール敷かれると大変ですよ、うん、そうですよね、俺なんか勉強しろ言うたことないですよ、自分が嫌いだから。わかります、僕も嫌いでしたなんかふわっとここに到着しましたけど、あ、まあ、自分で決めたと思ってるから耐えられるんであって、なるほど、誰かに言われたら嫌だったでしょうね。ああ、なるほどね、はい、いやいや、本当に今日はありがとうございます。この板倉病院がね、千葉の船橋で、頑張ってますので、この近隣に、住んでる方々ちょっと立ち寄って喋りに、ご飯食べに遊びに来る感覚でちょっとね、はい、寄れるような病院だっておっしゃってますので、ぜひ皆さん、ね、活用してください。これ別に宣伝とかじゃなくて本当に僕もね正月来たやってるとこ少なくて、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。握手しましょう。これ後でちゃんと手洗えばいい。手洗えばいい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。